皆さん、おかえりなさい。はい、牛久の情報をインターネットで手探りに発信、チャンミュー TV 司会の牛久大好きなご当地キャスターチャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日木曜日、昼はメイクアップアーティスト、夜はバーテンダー、カンデル、カーちゃんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。茨城牛久市の情報を、まあ、18時45分から19時45分まで1時間、はい、全世界にお届けしているチャンミュー TV、 なんと本日700回目を迎えます。700回ですよ、皆さん。ね、そんな700回を迎えるね、はい、チャンミュー TV は私、チャンミューとカズちゃんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、まあ、どん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 ね、チャンミューの毛がね、普通になっていくと、ね、言われて、うん、なんか格好だけはちょっと、ね、チャンミューらしくしてきましたが、どうでしょうね。いや、もう誰だかわかんないって今日ね。仕事をしに行ったところで言われて、ね、あ、私、チャンミューですっていう。まあ、早速ね、はい、今日もいろいろと始めていきたいと思いますよ。はい、まあ、でもなんか振り返ってみて、カズちゃんどうよどうよ。ね、なんかその700回のうちに髪の毛もいろいろ変化して、うん、私も変化しまして。そうだよ、カズちゃんだって変化してるのよ。はい、そうなの、うん。ちょっと前のを見たりすると、まあ、痩せてるなって思います。え、痩せてるとかあった？いや、あの、痩せて、ん？今ちょっと成長してるなって。一時期一回痩せたことありますよ。そんなことあった？でもまたちょっとね、うん、いや、あの、ちょっとじゃないです。随分大丈夫、振り返しました。これからね、牛ザップ始まりますから、頑張っていきたいと思います。そんなね、今日 の、はい、あのメニューをご紹介していきたいと思いますけれども、はい、ちょっとね、700回目を見かえたので、はい、ちょっとメニューの登場の仕方をね、変えてみようかと思ってます。じゃ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 ん、牛久トレンドって昔やってたんだけど、はい、こんな感じで、はい、今日のメニューです。はい、まあ、これからね、牛乳が始まって牛店があって牛久市情報、はい、で牛久市観光協会情報で牛久市チャンネルが本日放送になります。はい、そしてゲストコーナー、なんと茨城元気計画宇津木代表と、あとイバライガーも登場するということで、今日はね、めちゃめちゃ豪華なチャンミュー TV ですので、700回、ちょっとね、元気をお届けしていきたいと思います。ね、はい、そんなかっちゃんの今日の気分は、はい、イバライガー大好きだから、かずちゃん超かっこいい ね。なので皆さんも、見えちゃった。目の前に、すごい、大変大変大変。はい、じゃあね、ちょっと、ドキドキした。ぜひその前に牛乳をして、はい、お届けしますので、皆さんイバライガーの登場楽しみにしていてください。それでは、はい、一旦提供さんのご紹介です。どん。ジャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様の提供でお届けいたします。はいはい、続いてのコーナー、牛乳でございます。茨城牛久市のニュースを読ませたら、私ちゃんみは誰にも負けませんということで、はい、早速ご紹介していきたいと思いますが、本日の牛久のラインナップはこちらです。はい、かずちゃんの気になるニュースありますか？はい、お、観光大使、お、じゃあ早速1個目のニュース読んでいきたいと思います。はい、かずちゃんが選んだ1個目はこちらです。じゃーん、牛久市の観光大使に稀勢の里関らと、らと書いてあるということは他にも誰かいるんでしょう ね。じゃあ早速、ご紹介していきたいと思います。はい、これね、他にもいろいろあるんですよ。うん、牛久市観光大使に稀勢の里関ら、ご当地アイドルデビューもということで、はい、常陽新聞4月29日の記事からのご紹介です。はい、牛久の魅力を発信しようと、牛久市は初代の牛久市観光大使に、うん、いずれも牛久市出身の大関、はい、稀勢の里関28歳と、はい、お笑いコンビフルーツポンチの村上健二さん34歳を任命するということです。はい、合わせて地元の現代美術作家がプロデュースしたご当地アイドルユニットをデビューさせると、5月3日開催の第26回牛久声祭りで任命式と、初ステージが開催されますということでね、はい、本日はこちらのお写真を皆さんに見ていただきたいと思います。チャミ TV では初公開となります、ご当地アイドルのね、ノノキスちゃんたち、わー、かわいい子たちでしょ。非常に非常に可愛い女の子、8人組なんですけども、はい、まあね、年齢が9歳、小学校2年生から大学1年生までということで、はい、まあね、斉藤剛さんプロデュースで、そしてね、はい、松浦さんが作詞作曲した牛久の応援ソングといったら何でしょうか。あなたとここ、そう、あなたと牛久でをね、はい、このみんなで歌って踊るということで、まあ、5月3日がデビューステージとなるそうなので、皆さん、そうです、恋祭りはぜひ行かないとダメ、よろしくお願いしますということでした。でも観光大使
初なんだね。ね、そうなのよ。なんかもうちょっといたような気が勝手にしてたんだけどね。ね、そうだからね、私たちも観光大使狙いで行きます。行っちゃいたいと思います。どっちが先になるかな。いや、それはもうやっぱりチャミヤじゃないですか。だよね。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあカズちゃんの気になる、はい、続いての何ですか。ニュース見ていきたいと思います。はい、続いてのニュースこちらでドン。はい。ほい、見えるかな。うーん、結構いっぱいあるんですけど ね、 ね、うんうんうん、5月1日からリニューアル広報牛久、はいはい、牛久市の広報牛久のニュースが気になるということで、はい、早速見ていきたいと思います。こちらです、どうぞ。2つ目のニュース、広報牛久がリニューアルということで、うん、なんとですね、牛久市のホームページからの情報なんですが、はい、皆さんが今見ている広報牛久、うんうん、ね、オレンジ色のそう1日と15日ありますよね、15日、そうです、はい、がより読みやすく、そして親しみやすい紙面になるということで、うんうん、5月の1日後からリニューアルするということなんですね。主な変更点、次の通りということで、はい、1日号、毎月1日号の1ページ、最終ページをカラーに、うん、他のページは2色刷りですということで、今と変わらない、そのね、お写真ありますので、もうあるんですか。もうありますよ、もうね、表紙はね、はい、ゲットしてますので見ていきたいと思いますが、ありますと言って、はい、ありました、じゃん、ほら、これ広報牛久だよ。ぽくないぽくないでしょ、全然広報牛久、こんなになっちゃうの、すごいおしゃれでしょ、はい、そしてね、まあ、毎月1日後は特集記事を、はい、記事を掲載、はい、と、そしてね、情報広場、暮らしの情報と、あと情報広場っていうのを、まあ、名前変えましたよっていうのと、うん、牛久市からのお知らせ、スポーツなどの項目を分けて記事を探しやすくしたと、うん、コーナー記事、レシピとか短歌などの、うん、柔らかい記事は後半に掲載しました、はい、ありますね、話題ね、行った行事などは、うん、あの写真を生かした話題をね、こう裏表紙がカラーなので写真を生かした話題を掲載とか、そう、15日号お知らせ版は1日号と同じように2色刷りの、1色はおおむね四半期ごとに色を変えていくと、情報広場、まあ、まあ暮らしの情報、情報広場に、はい、まあ、先ほどね、はい、言いましたがタイトル変更して、まあ、見やすく項目別にやってますということで、これね、超可愛いでしょ。もう全然ぽくない。そうなの、まあ、今までの広報牛久もね、広報牛久っぽかったのでですけど、こちらいや、すごくおしゃれになって、これ今回の特集は子育て広場、そう、そう、はいはい、まあ、牛久はね、子育て教育日本一目指してますから、うん、これ非常に楽しみな、うん、いやニュースですね。牛久の私は大ニュースだと思いますよ。でもこれ今日聞かなかったら、うん、気づかなかったかも。そうだ、だよね、手に取る広報牛久って思わないかもしれないよね、うん、でもまあちゃんとね、広報牛久って書いてあるから、そこはね、大丈夫だと思うんですけどね。あのでもね、こちらのお問い合わせ先につきましては、はい、牛久市市役所のね、市民活動課029-873-2111までお問い合わせいただきたいと思います。ということで以上ね、いやこれすごい大ニュース、ビッグニュースをお伝えいたしました。はい、じゃあ続いても、まあ、気になるニュースをお伝えしていきたいと思いますけども、はい、またまたラインナップ見ていきましょうよ。ほらしょ、よいしょ、はい、うん、うんうんうん、どう健康づくり表彰式、健康づくり、県民健康づくりの表彰式ですね。はい、ではめでたいニュースが多いの。いや、もうめでたいこと尽くしですからね、牛久今ね来てます、はい、全国的に。じゃあ早速3つ目のニュース見ていきましょう。県民健康づくりの表彰式ということで、早速見ていきます。これはね、広報牛久の4月1日号でした。2月の16日、茨城県庁で地域などで健康づくりに貢献した個人や団体を表彰する平成26年度県民健康づくり表彰式が行われました。牛久市でも個人と、あと団体で、両方ともね、表彰されたということで、うん、もう個人の方はこれはね、団体の方からでいい、はい、牛久ウォーキングクラブ部長賞をもらったりとか、牛久ウォーキングクラブのメンバーの方が表敬訪問したよという、ね、うん、そういうニュースが書いてあります、はい、個人で小林さんって書いてありますが、小林さんは一体何をやったのかな。これも小林さんは皆さんの健康を願ってウォーキング普及を図っていきたいと、ウォーキングということで、どちらもウォーキングで ね、やっぱ健康は、いや、やっぱ牛久のね、健康ウォークもね、うん、面白いですからね、これは皆さんに挑戦していただきたい。そして毎回ね、あんなに長い距離を走歩いている方々はすごいタフだなっていうのを歩いてみて気づきますよね、うん、ね、私たち歩いてきましたから、うん、歩きました、うん、行ったことある方は、ない方はぜひ、なんか泉谷の中で放送が長いというか、ちょっとなんかびっくりしちゃった、ね、久しぶりに、はい、皆さん、はい、放送見てください、はい、
まあ、ちょっと話ずれましたけども、健康づくり表彰式が行われて、牛久のねウォーキングクラブの皆さんが表彰されたということでした。おめでとうございます。ということで、はい、気になるニュース3つご紹介いたしましたね、はいはい、では以上牛久市の、牛乳をお届けいたしました。続いては小中学校からのお便りに参りましょう。本日も牛久市内の小中学校のニュース、教育委員会さんにご協力いただいて紹介させていただきます。一つ目の学校ドン、牛久一中です。はい、見ていきましょう。28日の記事、積極的に学び合っています。本日は2学年の授業を先生方に見学していただきました。新しい学級にも馴染み、生徒たちは生き生きと活動していました。熱心に取り組む生徒たちに応えられるより良い学び合いの場を提供できるように、職員指導も授業作りに努めていますというね、牛久一中の情報でした。続いて牛久二中です。30日の記事、牛久の第一パン、牛久の第一パン、牛乳、チリコンカン、シーザーサラダ、コーンスープ。おしゃれやの。チリコンカンってなんだ？チリコンカンなんか豆とかの煮物みたいな。はい、朝皿にあるやつですかね、うん。今日のパンは牛久市産の小麦を使用したパン、国産の小麦粉からパンを作ることはとても大変ですが、改良を重ね年々美味しくなっていますということでね、いやすごいいろんなメニューがある充実した給食でございますね、はい。続いてです、はい、牛久産中です。28日の記事、家庭確認実施中と、体育実施中の体操服の状態、きちんと畳んで所定の位置に、整理されています。このところ天気がよく暑い日が続いているので、このような光景がよく見られます。だって今週3日間で家庭確認を実施しています。家庭訪問のことかな、担任が各ご家庭を訪問しております。よろしくお願いします、ということでね。はあ、でもこのジャージの並びにはちょっとびっくりですけどもね、はい。続いていきましょう。下根中学校です。28日の記事、これは今日の陸上の練習からということで、今日の朝、28日の朝に市陸上競技大会の選手が発表され、放課後の練習では大会当日に向け本格的な練習が行われていました。練習では惜しくも選手に選ばれなかった生徒がチーム下根の精神を大切にし、積極的に練習を手伝っていたのが印象的でした。これからの練習は連休などもあり、ミスはあまりありませんが、チームの絆を大切にして頑張りたいと思います、ということですね。頑張ってもらいたいです ね。はい、続いてです。牛久南中学校、28日の記事、1年生もタブレット PC で頑張っています、1年生の技術家庭科の情報の授業ではタブレット PC の基本操作実習を行っています。すごいね。課題の名刺作りに励む生徒たち、初めは慣れない操作でしたが、友人たちと教え合うことでみるみる上達しています。このような技能強化でも学び合いの効果が現れています、ということで、牛久市はすごいことをやっておりますね。タブレットを学校で使って名刺作り、作ってもらいたいものですね。お願いします。はい、ということで以上、小中学校からのお便りご紹介しました。このあたりでコメント見た方がいいかもしれないですね、はい。コメント来てますか？はい、ものすごいたくさん来てます。 ありがとうございます。はい、満足さん、はい、おかえりなさい。祝700回おめでとうございます。ありがとうございます。チャミオとスタッフの皆さんが牛久と一緒に歩いてきたこれまでの積み重ねが大きな力になりますよう、一視聴者としてこれからも応援させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。はい、かいちゃん、はい、はい、おかえりなさい。はい、こんばんは、今日は放送700回目、おめでとうございます。ありがとうございます。そして5月で3周年、素晴らしいですね。頑張ります。ありがとうございます。かかちゃん、はい、おかえりなさい。ちゃみかちゃん、お疲れ。今日も残業1時間、今日は1個前の電車に乗れたよ。よかった、早く帰ってね。はい、セプターさん、はい、おかえりなさい。こんばんは、祝700回、ありがとうございます。はい、マキのともこさん、マキマキ、おかえり、おかえりなさい。チャミオ TV 700回おめでとう。ありがとうございます。かよさんもおかえりなさい。おかえりなさい、ありがとうございます。祝700回、ありがとうございます。ハブキンドウさんもおめでとう、700回、おかえりなさい、ありがとうございます。うれおからお祝い申し上げます。ありがとうございます。いや嬉しいですね、今日はね。しかも茨城が上がりますからね、皆さんも楽しみにしていてください。じゃあ続いてはお天気をね、今日は火星人がお届けしてくれるそうだよ。火星人だぴょん。はい、おかえりなさい。ただいま、はい、700回ですからね。700回ですね。おめでとうございます、はい。今日4月30日、はい、最終日ですよ。はい、明日5月1日、ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク嬉しいね。でも放送はお休みだよ。あ、そうです。あ、はい、そうだ。まあそんなわけで、はい、明日のお天気です、はい。明日のお天気は、曇りのち晴れ。
曇りのち晴れ。曇りのち晴れ。曇りのち晴れです。暑かったけど明日も暑いみたいで、最低気温は14度。最高気温は24度。暖かくなるね。はい。暑い。暑いね。あったかいじゃなくて暑いになっちゃったね。暑いんだから。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日も巻き巻きで行ってますので。はい、ではでは。ありがとうね、火星人。またね。バイバイ。恋祭りに行くなり。お、お恋祭り。私も行くよ。うん。はい、ちゃんも行くよ。はい。じゃあまたね。じゃあ。はい、カフェにありがとうございました、はい、じゃあ続いてのコーナー参りましょう。続いては牛久情報でございます。早速ですねご紹介していきたいと思います。こちら、コミュニティ FM 放送ラジオ局、はい、ネーミング大募集とありますが、うん、なんとですね本日最終日でした。お、そうなんですよ。今日までだった。今日まで17時までということで、うん、皆さんにはね、たくさんのご応募をいただいたかと思いますけれども、このね今年の8月にコミュニティ FM 放送牛久で始まりますが、もうすぐだね。そう、どんなお名前になるのかはあのこれからですね厳正な審査があって、その後に当選者の方にですね発表されて記念品が贈呈されるということでございますので、いつ発表とか分かってる、いつ発表かにつきましては、書いておりませんけれども、はい、その時はまたですね改めてご紹介させていただきます、はい、ちなみにですねまだ同時募集でパーソナリティミキサー、そして番組制作陸上無線技術士2級などの運営スタッフ募集しておりますということなので、皆さんね、直接ご連絡先は、情報制作課さんまでよろしくお願いいたします。牛久市役所02987321111でございます。よろしくお願いします。以上一つ目の牛乳でございました。続いて二つ目です。ドン、偽電話詐欺にご注意というニュースでございます。またです。はい、ご紹介します。ね、牛久市内のご家庭に偽電話詐欺と思われる電話がかかってきています。犯人は息子や孫などの家族を装い、風邪をひいた、いい病院はないか、また電話するなどと嘘を言い家族を騙そうとしています。このような電話は、後々現金を要求し自宅に取りに来たり振り込ませたりする偽電話詐欺に発展していきます。家族を名乗る者からの不審な電話がかかってきたときは、自分一人で判断進むことなく家族に確認するか、110番または牛久警察署02987101110まで通報してください。よろしくお願いします。この間もね弁護士とかそういった人の名前を使って電話がかかってきてますので、皆さんぜひぜひぜひ注意して、何かあったら本当にね近くの方に相談してください。よろしくお願いいたします。では3つ目ですね、こちらです。ゴールデンウィークの、ゴミの回収だったりね、牛久のクリーンセンターの休業日についてご紹介いたします。はい、平成27年度集積所のゴミ回収、牛久クリーンセンターの休業日はご覧の通りということで、これは見ていただいた方が分かりやすいのでね、こちらをご覧くださいよ。こらしょどうぞ。まあ、5月の1日からなんですが、うん、注意点ね、ゴミの回収も牛久クリーンセンターも5月の3日から5月の6日は休業日となっております、はい、なので、まあ、ゴミね出したりとか収集するの、もう可燃ゴミ、まあ、A 地区が金曜日、うん、でね資源部ゴミが A 地区と、まあ、不燃ゴミ、トレイ発泡は B 地区はとかって書いてありますけれども、はい、皆さんね、注意してください。よろしくお願いいたしますと。持ち込みもできないということですね。 そうなの、この間は持ち込みもできませんので、うん、はい、ご注意ください。よろしくお願いいたします、はい、ということで以上3つ目の牛久情報でした、はい、続いて引き続いて牛久市観光情報に行きましょう。まず1つ目です。こちらじゃじゃん、リピカインドネパール料理に関するお知らせということで、はい、カレーのお話ではございません。こちらのお写真ご覧ください、うん、はい、わかりますかね、はい、ご紹介します。ぶどう園通り商店会では牛久市観光協会加盟店であるリピカインドネパール料理を通して縁のあるネパールの皆さんを支援するための募金をお願いしています。リピカのオーナー香取さんをはじめ従業員の皆さんも大変心を痛めている4月25日に発生しましたネパール大地震。リピカの皆さんは東日本大震災の時すぐに現地に駆けつけて炊き出しをしてくれたそうです。しかし今回は交通事情などにより母国にすぐに駆けつけることができませんでした。今後物資の不足や治安の悪化などたくさんの問題が予測され、復興には多くの時間と力が必要です。
ご賛同いただける方は募金のご協力をよろしくお願いいたしますということでした。集まった募金は、ネパールの国内状況の側面からすべてディピカの店主カトリさんに、お渡しして使い道は一任するということでございます。ということでね、はい、まあ、美味しいカレーで有名なこちらですね、うん、ディピカインドネパール料理さん牛久市の観光協会の加盟店でございます、うん、皆さん行ってね、お食事するのもいい、うん、ご支援になると思いますので、お釣りをね、貯金箱に入れるというのが今牛久市内では皆さんの払い合ってるというかそういうね習慣になってますので、はい、皆さんもぜひご協力よろしくお願いいたしますという一つ目の、観光協会情報でした、はい、二つ目参りましょう。二つ目はこちらです。よいしょ、ほいじゃん、イバキャラ祭り2015 in イオンタウン水戸南ということで、うん、まあ、いつもとちょっと違ったニュースになりますけども、うん、こちらの写真ご覧ください。ドン、はい、何でしょうかということでね、昭和の日の昨日4月29日はイオンタウン水戸南でイバキャラ祭り2015が開催され、うん、茨城県内のご当地キャラクター30体も大集合したということです、うん、皆さん中央ご覧ください、はい、どどん、ね、はい、牛久市観光協会のマスコットキャラクターのカッパのQちゃんももちろん参加していました。そしてね、牛久市観光協会加盟店の、沢田ちゃんえんさん、山井美穂さん、はい、どちらもアドマチック天国出てましたね、はい、も物産展に参加して会場を盛り上げていましたということなんですけれども、かずちゃん、はい、何か何か気づかない、きゅうちゃんが、きゅうちゃん変わったよね、変わった、そう、非常にちょっとシルエットが変わったな、そう、フォーなんか形がね、コロッとした、そうなんです、ちょっとね変化があったという、うん、まあ、カッパのQちゃんでございます、まあ、何があったのか ねまだ分かりませんけども、食べ過ぎたかな、食べ過ぎたのかな、ね、美味しい、ちょっと聞いてみたいと思いますが、詳しくはまた皆さんにお知らせしたいと思います、はい、ということでした。じゃあ最後3つ目のニュースいきましょう。3つ目のニュースはこちらですね、牛久市情報観光協会情報、はい、キャンティークラシックを牛久で楽しもうということで、牛久市の友好都市グレーベインキャンティー市の、名産のワインキャンティークラシックが今牛久市内で買えたり飲んだりできるようになっております。まずは販売店さんです。ドン、株式会社池延さん、天満屋酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさん、こちらの4店舗で販売しております。ただし種類がねそれぞれのお店異なりますので、ぜひお問い合わせをして、自分のね飲みたいワイン決めていただきたいと思います。ぜひお問い合わせしてみてください、はい、じゃあ続いてです。実際にキャンティークラシックは飲めるお店です。ヤヒチさん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、ジーンさん、新月さん、フェリスタスさん、春菜屋さん、インクさん、山水閣さん、楽さん、カサレスさん、誠屋さんということで、多くのお店で飲めますので、うん、皆さんぜひね、キャンティークラシックもお試し飲みに行ってください。よろしくお願いいたします。ということで、はい、以上牛久市観光協会情報をお届けいたしました。あっという間でございますけれども、ね、時間通りに行ってるかな、はい、続いては牛久市チャンネルということで、はい、今回は、まあ、牛久市さんのね、情報を映像にしておりますので、うん、早速ご覧いただきたいと思います、はい、では VTR どうぞ。牛久市の目指す日本一、5つの目標のうち1つは子育て教育日本一です。子育て教育に関する様々なサービスを行うことで住みよい環境を整えています。例えば出産や育児への支援や子供を見守るボランティア活動など、地域ぐるみで子供を育てる仕組み作りに取り組んでいます。そして牛久市で特に力を入れている学校給食、地産地消や食育を進めようと、学校給食は各学校ごとで調理され児童生徒に提供されています。また献立会議を開き、安心安全で栄養価の高い献立を検討したり、さらに各学校に炊飯器を設置し、児童生徒たちに炊きたてのご飯を味わってもらう取り組みが進められています。今回は牛久小学校に炊飯器が設置され、児童が炊きたてのご飯を味わう様子をお伝えします。あー、ご飯から湯気が出てる。炊きたてのご飯ならいっぱい食べれそうですね。早速当番の児童があったかいご飯を盛り付けています。今日の献立は野菜がたっぷり使われています。美味しそうですね。
さて、炊きたてご飯のお味はいかがでしょうか。児童の皆さんに聞いてみました。あれなんだ、なんちょっと水っぽくなっちゃってたけど、炊きたてだとあの牛久さんのコシヒカリだし甘くて、あのその甘さがほんのりしてて、それにご飯のあったかさがめちゃくちゃあってとってもいいと思います。すごい頂戴そのようなコメントをいただきました。もう実際にお米を皆さんによそってましたが、難しくなかったですか。難しいよね。だってあの釜の中にあるお米を人数分、これぐらいの人数でって分けるんでしょ。なんかこう、こうしたらいいかなみたいなの考えてやってるの。特に考えないで、でもすごい上手に寄せてたけど、なんかお家でもお手伝いとかでご飯やそったりとかしてるんですか。あ、偉い。偉いですね。ここのテーブルのみんなはお家でご飯やそったりとかするお友達。やりますよ。やってる、やってる。自分の時やってる。学校でこういうことがあっても行っちゃうよみたいな感じで配れたと。美味しいです。あったかくて、深いというか、なんか硬くない。まあこれくらいかな。カブカ見てる。なんかホクホクして美味しいです。あったかい。ここで学校ごとに炊きたてのご飯を提供する目的について戸塚さんにお話をお伺いしました。あの今回あの牛久小学校であの時効炊飯があの行われるということで取材させていただいたんですけれども、他の市内の学校では今どれぐらい時効炊飯というのは広まっているんですか。はい、小学校が8校、はい、中学校が5校あるんですけども、はい、中学校の方で3校、こちらの方は、はい、牛久2中、3中から南中、この3校が実施しております。はいはい、で小学校の方は、日立の牛久小学校が22年に開校したんですけど、その当時から、時効炊飯という形で進めております。今回が牛久小の番になって、時効炊飯進めたという。なるほど。じゃあその元々あった日立の牛久小学校とはまた別に、まあ、牛久市の小学校で、まあ初めてというか、使って初めてという取り組みだということなんですね。でも実際にこうやって時効炊飯が始まっていくようになったきっかけというか、どういう経緯でこうやって、まあ、学校でご飯をみんなで作ってそれを食べるようになったんですか。はい、牛久市では各小中学校に給食室を持ってます。で平成17年地産地消を進めようということで栄養士たちに呼びかけまして、給食、牛久の食材を使った給食提供ということで牛久の日をまず始めたわけです。牛久の日ってあの芋まんが食べるんですよ。牛久の日ですよね。はい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 、はい、でそれに伴いまして、お米の方、牛久の生産者が作ったコシヒカリ米 100% のものを、子どもたちに提供するということで、進めていったわけなんですね。まずあの子どもたちの食育ということを栄養士が進めてまして、ご飯を食べるということは、自分の体になるものを、まあ、いただくということで、自分でお茶碗にのそって食べるというのが、まあ、従来の日本の食べ方ということで、同じ釜の飯を、ね、食べるというのがまさにっていう感じですけれどもね。そうやって、まあ、時効炊飯がどん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 広まっていくことで、まあ、牛久市っていうのは、まあ、どのようなことを期待してそれを行っているのかというか、どういうことを期待しているのかっていうのを教えていただけますか。はいはい、牛久市の小中学校は、防災の拠点になっています。災害が起きた時には学校に避難してくるということで、住めるということで、災害の時にも温かいご飯を提供できるというようなことで、防災面の方からも進めていこうと。なるほど。子どもたちがあったかくて美味しいご飯が食べられるだけではなく、何かあった時に学校でみんなであの、ね、ご飯を食べる時、避難してきた時もあったかいご飯が食べれるというのは、これはこれからの防災だったりとかにもすごくいいことですよね。牛久に住んでればそういった時も安心であるということが分かりました。牛久市の時効炊飯には食育と防災の2つの役割があったんですね。
続いて牛久小学校の栄養士塚本先生に学校での栄養士の役割についてまず聞きたいのはその各学校に一人栄養士さんがいらっしゃるということで、まあ、塚本先生は一体どんな気持ちで普段お仕事されているのかなっていうのを教えてください。やっぱり子どもたちが喜んで給食を食べている姿を見るのはすごく嬉しいのでやっぱり子どもたちが喜ぶ給食を作りたいっていう気持ちで仕事しています。給食の時間の子どもたちって目のキラキラが、ね、授業を受けている時ももちろんみんな真剣に学び合いで授業をやってますけど給食の時間は私今日給食の時間、まあ、2回目の取材で入ったんですけどやっぱ違いますよね。朝からやっぱり楽しみなメニューがある時はもう朝から今日は何なんだよっていう話題が教室で飛び交っているのでそれを聞くとすごく嬉しい感じですね。牛久市のホームページで拝見したんですけど、アレルギーがいた子が例えばいた場合っていうのはその子に向けての献立とかも牛久市の目指す日本
すいません、はい、音が切れていた、はい、ずっと無音だった。申し訳ございません、はい、音がずっと切れていたと、はい、あ、はい、大変失礼いたしました。失礼いたしました。皆さんからも音が出てない、はい、音が切れないという、はい、コメントありました。3分ぐらい前からですか。はい、申し訳ございません。はい、申し訳ございません。申し訳ございませんでした。せっかくの茨城県なのに、ね、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと今までの、はい、ハイライトを、ご紹介していきますと、ですね、宇津木代表です、はい、そして茨城が R です、そして、まあ、ニックネームはボスと皆さんに呼ばれておりますので、はい、チャンミュー TV では今ボスとお呼びしております、はい、そしてなんとボスは牛久出身であるということで、牛久子、はい、牛久子なのでね、牛久のことは結構知っているということで、はい、まあ、今後もちょっとね、はい、いろいろと牛久に茨城側も登場していただいて、はい、もっともっと牛久での活動を広げていただきたいななんて思っているチャミヨですけれども、はい、牛久の好きなスポットは、シャトー神谷ということでございました、大変失礼いたしました。じゃあ皆さんからのコメント見ていきたいと思います、はい、コメントちゃんとチェックしてなかったから、はい、はい、申し訳ございませんでした。そうですね、うん、皆さんから音が出てない、音出てない、音が来てない、音声来てない、何も聞こえないです、音なし、申し訳ございませんでした。もう今大丈夫かな。今大丈夫です、はい、大変失礼いたしました、申し訳ございません。ボス大丈夫です。こういうこともうないようにします。いやいやいや、はい、じゃあちょっとですね、ちょっとボスの横にある原稿を持っていただいてもいいですか。はい、はい、じゃあちょっといろいろと改めてですねお話をお伺いしていきたいんですが、はいはい、この茨城元気計画、はいはい、まあ、ボスはですね、はい、2009年に、はいはい、始めたということなんですけども、はい、この茨城元気計画の、まあ、理念のようなものを教えていただきたいと思います。実際に茨城川自体は2007年に、はい、まあ、僕が考案して、はい、まあ、作ったんですけれども、うん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 、まあ、そこからボランティア活動したりとかですね、はい、まあそのなんていうんですかね、地域のにはまあ必ず僕はヒーローは必要だと思っていまして、あのやっぱりあの親の言うことは聞かないとか友達の言うことは聞かなくても、なんかねヒーローにこう後押しされたらこう勇気が出たりやる気が出たりすることってあったりすると思うんですよ。そんなのを形に考えてデザインを起こしてたら、まあ茨城川ができたっていう感じですかね。なるほどね。じゃあちなみにボスもそういう子供に出会った。もうそうですね。もう僕年だからあれですけど、昔の8ミリビデオを見ると、うん、まあ、全部変身ポーズ撮ってました、ね、やっぱりね、小さい頃からもやっぱりいろんなものが今こうやって形になっているということなんでございますね、はい、じゃあ2007年から茨城川がこう茨城の世界の平和を守ってくださっているということでございますね、はいはい、じゃあ実際に、まあ、茨城川って、まあ、本当に全国的にも活躍されてますけれども、まあ、どんなことをやられているのか改めて教えていただいてもいいですか。そうですね、基本的には週末にですね、町の祭りとか、まあ、デパートとかで、まあ、ショーを見せるっていう形が、まあ、ほとんどですけれども、まあ、それ以外に平日に児童養護施設に行ったりとかっていうのはもう毎月もう県内外いろんなところに行ってますね、はい、じゃあもういろんな県っていうのは茨城県だけじゃなくて、遠くはどこまで行ったりとかされたことありますか。まあ遠いところでは、まあ、長野県とか、そうですね、まあ、神奈川行くこともありますし、群馬、埼玉、はい、栃木、いろんなところ呼ばれますね、はい、いろんなところね、やっぱどこのね、ライダーもかっこいいなっていうのがありますよね。かっこいい、かっこいいと思います。ね、いや言われません、いろんなところに行って照れてる言われますよね。で今、うん、日本のその、まあ、ヒーローの世界では、はい、まあ、茨城の茨城川っていうのはすごくいいよねっていうのはよく、うんうんうん、はい、ネットを見ると書かれてて嬉しい限りです。いや本当にね、はい、かっこいいと、うん、いや皆さんもねそういうふうに思われてるのかなと思いますけれども、コメントもね来ております、はい、質問が結構来てます、はい、ん、かよさんが、うん、代表までも ご登場とは、ヒューヒューキャ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 ー、龍ヶ崎も、龍ヶとさっきみたいな戦隊ヒーローがいればいいのにな。いやもう龍ヶ崎にそういう茨城がいますから。茨城がいるのでね、ぜひ。茨城は年間で龍ヶ崎は 4,5 回行きますね。おお、はい、そうなんですね、はい、なんかこの茨城県の中でこう、はい、どこが多いとかってあったりとかするんですか、地域別に見ると。いやそうでもないですけど、はい、やっぱり県央は多いですけれども、あと牛久はもう毎年呼ばれてますし、はい、ね、茨城、いやだってボスが牛久出身でございますからね、いやここはもうどん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 牛久になって、なんかチャンミュー TV にもですよ、
構ご出演いただけておりますから、ね、これはですねどん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 なんかこう私たちもねこう取材に駆けつけていきたいななんて思ってございます。はい、でも、ね、趣味がボランティアって言ってリバーライガーですから、うん、ね、実証もそうです。先日もなんかあの県庁の方でなんかやられてましたよね、はいはい、そうですね、今年度 の、 あの、はい、県のイメージアップ大賞の、はい、まあ、普通はないんですけども特別功労賞という珍しい賞を、はい、まあ、受賞したんですけども、はい、それはこの8年間、うん、そのボランティアをものすごくやったので、うん、まあ、それに対しての貢献度ということで、はい、いただきました。素晴らしいですよね。でもやっぱりその皆さんがこうね注目してる方がやっぱりその地域活動とかをやってる率先してやってるとやっぱりこれはみんなにいい影響がね与えられる。本当茨城のイメージもアップするし子どもたちもねこういい子どもたちに育つんではないかなと感じますよね。はい、じゃあコメント見てみますか。うん、かよさんが、うん、そうそう来てくださってるんですよね、茨城が2月の市民活動フェア会場にもお越しくださってありがとうございます。はい、で、ワイヤさんがおはようさーい、はい、真夏って感じですね。もうこの格好でしょうね。次真夏と、はい、あのタケちゃんです。はい、タケちゃんです。布団の斎藤のタケちゃんからコメント来ております。本当ですね。はい、もういつでも夏ですよ。もうね、燃える男ですから。燃える、はい、でもボスもかっけー。ボスかっけーです。いや、ボスいい色に焼けてますけども、まあ、現場焼けですね。あ、じゃあなんかこう趣味でなんかどこかに行って焼けたとかじゃなくてお仕事で、うん、まあ僕自身が、はい、まあ、サーフィンのインストラクターで、うんうんうん、はい、まあそういうのもありますけど、うんうん、はい、いやー、サーフィンも趣味、趣味でやっぱり好きでやってたら、うん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 、全日本7年連続代表選手になったりして、まああの実際に僕はあの今はまあ、芸能界の子とか、うん、そういう子たちに、うん、まあ、個別でサーフィンを指導してるっていう。ボスそんな、ボスすごい。だからあんまり大きな声でね人が見てる時では言えないですけど、うんうん、ね、進撃のなんとかっていう映画の主役やってるような子たちは、うん、大体僕の生徒ですね。はあ、なんか驚きが多い。すいません、音がですね私の驚きが大きすぎてすいませんでした。はい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 、ちょっと待って、失礼しました。はい、戻りましたけれども、はい、でも本当に多趣味だというか、ね、いろんなことが出てくるなという感じがしますけれども、ね、皆さんもあの多分聞いたらいろいろとボス答えてくださると思いますので、はい、コメントもお待ちしております。はい、じゃ他にもいろいろとお伺いしててもいいですか。はい、どうぞ。あの茨城川のホームページとか確認、うん、かあのチェックさせていただいたりとか、はい、いろんなところで茨城川さんにお会いするときに、はい、あの多くのグッズが発売されてますよね。はいはい、あれって今のおすすめの商品とかって、そうですね、何がおすすめ。だから前回あのどんどん祭りの時は受験を控えてる子たちにこれがいいよっていう、はい、そうですね、あの合格祈願ですね、はい、をあの、うん、おすすめされてましたけど、はいはい、今のこの時期に何か新商品だったりとかおすすめ商品だったりとかがあったらと思ったんですよ。そうですね、おすすめはやっぱりあのうちのキーホルダーっていうのはすごくデザインが可愛いということで、まあ、いつも売れてるんですけど、はいはい、これからの時期今、まあ、あと1ヶ月ぐらいするとですね女性用の日焼け防止のですね、はい、もうこの辺まである手袋ありますよね、はいはい、ここまでが例えば茨城川になってる、のデザインになってるとかそういうのも今開発中ですね。すごい、いやでもね、はい、本当にいろいろなものがあるの、はい、もちろん牛乳だったりもそうだし、はいはい、お酒ね、マッコリとかもあるし、はい、焼酎もあったりとか、はい、なんでこんなにいっぱいあるんだって、うん、こんなに食べ物でも、はい、あれ何でしたっけ、あの、出てこない、ね、今はね、糸こんにゃくじゃなくて、しらすですね。あ、しらすだ、そうです、はい、それは牛久のフードストッカーに売ってますよ。お、はい、あれっていうのは、はい、宇津木さん、あ、ボスがこれ作りたいなと思って、はい、うちの場合は 99% が企業から作らせてくれってくるんですよ、はい、うん、じゃあもしも、はい、例えばですよ、はい、牛久にある企業でなんかちょ最近でもアドマチ出てた、例えば山市味噌さんとかが、はいはいはい、これ茨城川さんと味噌作れたら嬉しいんじゃないのっていうのがあった時は作れちゃうんですか。もう作れますね、はい、そうなんだ、はい、なんだ来月は、うん、茨城川の梅干しが出ます、ね、はい、いろいろどんどん新商品を、ね、はい、チェックするのもだいぶ楽しいってことですよね、うん、そうですね、皆さんにとっては、はい、はい、ありがとうございます。コメント来てますね、はい、パトゴニアさん、皆さん、うん、おはようございます。去年の大人の茨城川ナイトはいいお話を聞きました。あ、こんばんは、よろしくお願いします。
大人のイバライガーナイトってあったんですね。何ですか、超気になる。ね、イバライガーってやっぱり子供向けって思われるんですけど、うんはい、実際ショーの内容とかは子供には分かりやすくて、うん、なおかつ大人の人は、うん、その自分自身が忘れかけた何かを思い出させるような内容のシナリオ構成を心がけてるんですね、イバライガーの場合。ですからあの子供を連れて見に来た親御さんがそのままファンになってくれるっていうことがものすごく多いんです。ですから年に数回なんですけど、その大人の18禁という形で限定の夜のイベントをやってますね。ちょっとすごく気になります。どんなイバライガーなんだろう。そこではですね、例えば普段売ってない商品とか、例えば等身大添い寝シーツとか、まあ、いろんなそういう大人向けの商品ですね。そういうのちょっと好きでしょ。気になる気になる、すごい気になります。でもあのイバライガーも本当にいろんなイバライガーが今いらっしゃいますよね、はいうんはい、でイバライガー R のようにこうピシッとかっこいいイバライガーも入れますし、はいはい、あの3枚目の、はい、3枚目って言っていいんですかね、はい、ブラックとかも、はいはい、あ彼もまた人気ですよね。そうですね、あの、うん、イバライガーブラックが出るショーは、うんうんうん、だいたい女性ばかりです。あ、はい、でその辺はイバライガー的にはどうなんですか。で OK 俺を負けないぞ的な、うん、いやちょっとあるんですかね、そういうのも。いやいやいや、でもね、やっぱ本当にいろいろな茨城が、やっぱり私たちもすごい見てて、すごい楽しいなっていうふうに感じております。はい、まだコメント来てますね。はい、タカちゃんが茨城が2月のどんな街でも来ていただきまして、ありがとうしくでした、はい。ありがとうございます。はい、タカちゃんが波乗り相当うまいよ、マジ。あー、タカちゃんが言うんだから、本当に、ね、本当にうまい。いやでも、すごいこと、今情報聞きましたからね。はい、サービスのインストラクターでしたか、タカヨさんも。うん。ね、猫耳さん、ゆうなさんかな。ゆうなさん、はい、おかえりなさい。かっこいい。はい、パタゴニアさんも代表の大きいバッジ買いましたよ。でボスのバッジがあるんですか。そうなんですね。ボスの商品。そうですね、僕の背中の写真なんですけど、それをまあちょっとあの缶バッジを販売したら、それが魔除けになるっていう風になって一人歩きして、もう缶バッジがもう間に合わないぐらい、はい、だつけてらっしゃる方多いですね。はい、魔除けになるんですね。みたいですね。ちょっと気になります。だいぶ気になります、その情報。どうかよさん、こういうポーズ撮ってます。はい、いやでもね、あの私たち背後から見てるので、すごくこうすごい男らしい背中が、はい、何か守ってもらえそうな、ね、感じがします。本当、本当に魔除けになりそうですね。で車の時にその手袋をつけたら注目はまたいないじゃん。先ほどの女性用の日焼け止めのやつ、はい、日焼け防止のやつ。はい、で土井中さんも茨城川さんと下門地のコラボステージって難しいですかという質問です。ご当地アイドルとのコラボはどうですか。いやいやいや、あのあれですよ、今までにほとんどのところとコラボしてます。お、はい、特に下門中さんはいろんなお祭りで一緒ですし、まあ、水戸ご当地さんと下門地さんは特にコラボが多いですね。ぜひ、ちなみに牛久でもご当地アイドル、はい、ののきしさんが誕生しましたの、はい、です、ね、ぜひですねコラボレーションしていただきたいと思いますね。はい、三、は、川、いはい、三川千代、ありがとうございます。毎回楽しませていただいております。いや本当に面白いね。ワイハイさんがほとんどコラボしてます。でもなんか大人のね、方で添い寝枕があるって言って、添い寝シートがあるって言ったら、今度は抱き枕、抱き枕ですね。どうですかね、はい、もうぜひ。イバガールの抱き枕とか、あ、いいですかね。あ、じゃあ許可が出たら行った方がいいね。カブキンドさんも茨城が暑くない、暑くないですかっていう心配されてる声ですね、はい、大丈夫です、はい、20度、はい、もう時間がね、エンディング電話が長いのでしまいます。じゃあちょっとですね、いろいろとお話聞きたいことがあるんですけど、今まで茨城がね、いろんな、ボスもそうですけども、いろんな活動されてきた中で思い出に残ってるエピソードってありますか。そうですね、やっぱりあの震災があったじゃないですか。あの震災の後すぐにですね、茨城が呼んでますけど、県内中 の施設とか避難所をずっと半年間もあって、半年も、はいはい、あのもう全財産が言ってやってみました、はいはい、それのおかげでみんなに元気を与えられたかなと思います。まさに茨城元気計画ということでございますよね。でもやっぱり元気もらえるとね、頑張ろうっていう気持ちが違いますからね。だからすごく元気づけられた未来の宝たちがいっぱいいるんじゃないのかなってすごく感じます。今後ね、そうやっていろんな子供たちを元気づけている茨城計画さんですけども、ボスの今後の目標って。そうですね、
まあできましたら来年ぐらいにちょっと海外に出て。おお、海外、はい、ちなみに海外のどことかあります？まあアメリカとフランスにイバライガーを連れて行きたい。いいですね、取材に行けるといいなと。ぜひちょっと偉い人たちに確認してみたい。じゃあコメントも届いてますね。はい、小宮さんが子供たちのイバライガーって掛け声運動します。イバライガー布団が買っちゃいそうみたいな感じで、イバライガータオルケットとか毛布とか出てる。はい、猫耳さんが添い寝シーツ使ってます。あら、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、いろいろとお話をお伺いしてきましたけれども、牛久の皆さんにも望むことってありますかっていうのはちょっとね、牛久の皆さんにメッセージと合わせて、牛久っていうのは昔からの町ですし、新しい人もいっぱいいると思うんですけど、でもやっぱり僕が思うには、すれ違った時にちょっと人、知らない人でもねニコってすることによって、その相手もニコってしてくれたりとか、そういうちっちゃいところからそこを自分を変えていってもらいたいなと思うんですね。そしてその牛久っていう町がこう横のつながりが いっぱいできるような、そういうそんなね、愛が溢れたような街にしてもらったら僕は嬉しいと思います。いや、はい、楽しいですから ね。いやでもこれからも一緒にぜひぜひ盛り上げていただきたいなと思います。でですね、なんとここ茨城県牛久市、しかも泉谷でイバライガーに会えるイベントがあるということで、ちょっとですねテロップを失礼いたします、はい、すいません。よっこいしょ、こちらでございます。よっこらよっ、おめでたい。はい、こちらですね、イバライガー情報で、なんと6月の27日から1月の7日まで、はい、イバライガー写真展が行われるということで、はい、チャンネル TV のスタジオよりもですね、ちょっとですね、奥に入った時計のあたりですね、はい、あちらでイバライガーの写真展、どんなお宝写真とかもあったりとかするんですかね。ショー以外の写真なんかが多かったり、はい、本当にレアな写真がいっぱい展示、はい、パネル展示されます、はいはい、なので皆さんぜひ見に来ていただきたいと思いますし、はい、そしてボス失礼します。じゃじゃん、なんとこちら6月27日イバライガーがまたやってきてくださるんですね。はい、はい、ショーと握手撮影会、しかも2回公演、そうです、6月27日の初日ということですね、はい、この時にはイバライガーもしかしてじゃあフラッグも出ますね。 おそらくイバガールも出る、はい、皆さん勢ぞろいでここ牛久、はい、そして泉谷にやってきてくださいますので、はい、皆さんぜひぜひ足をお運びいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、あっという間にお時間になってしまったのでですね、最後すいませんね、ボスごめんなさい、提供さんのご紹介をして、チャミティコメント確認して店じまいにしたいと思います。一回提供さんのご紹介です、どうぞ。ジャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社三洋ホーム様の提供でお届けいたしました。はい、ということで、いやあっという間にいろいろと本当まだまだいっぱい聞きたいですけども、ちょっと終わりの時間が近づいてきてしまったので、皆さんからのコメントをですね、紹介したいと思います。メキニさんが海外頑張ってください。ね、いや海外初めてもしかして、はあ、貴重な。ネコミさんが茨城が会いたいです、うん、でその後にここで写真撮ってあるよって見てくださったりして、うわー行きたいです、ぜひぜひいらしてください、お待ちしております。はい、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 いろいろと深いものを感じました、ね、いやただかっこいいだけじゃないっていうのがね、うん、改めてまた伝わったんじゃないのかなと勝手に思っております。本当にボスの出会いがあるの、本日はありがとう意識でございました。ま、はい、またぜひですね、いろんなところでやっぱりイバライガーさんにお会いする機会あると思いますので、その時はぜひ私
司会だったりとかいろんなところで撮らせてください、はい、よろしくお願いいたします。ということで本日700回目のスペシャルゲスト、なんとですね茨城がアウト、そして茨城元気特区代表宇津木代表でございました。今日はありがたしくでございました。そして皆さんも見てくださってコメントくださってスタジオに遊びに来てくださってありがたしくでございました。また明日もピックアップにお届けしますので、明日もぜひ毎日チェックしてください。それではおやすみなさーい。バイバーイ。ごめんなさい、こうなっちゃう。バイバーイ。